日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日はそわそわするときについて。そわそわする、はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は今日も元気ですよ。そわそわするとき、そわそわする、覚えてますか？オノマトペシリーズたくさんやりましたね。その時にそわそわする、ね、この言葉についても話しました。覚えてますか？そわそわするというのは、何かちょっと心配をする、何かちょっと、例えば明日は JLPT のテストがある、ね、わあちょっとそわそわする、心配する。例えば心配してなんか教科書を見たり、その後またちょっと日本語をチェックしたり、漢字をチェックしたり、トイレに行ったり、戻ってきて明日の、まあ、場所ですね、そのテストの場所を調べたり、なんかこう落ち着かない、そういう気持ちをそわそわすると言います。デートの前、ね、デートの前に何かこう髪型をチェックしたり、洋服を着替えたり、なんかトイレに行ったり、そういうのを何度も何度もすることをそわそわする。僕もちょっとそわそわすることがありました。それはですね、まあ、子供の、学校が終わって、今度また新しい学校が始まる、ね、そういうこと。子供は保育園、ね、保育園というのは、まあ、小さい子供が行く学校ですね。保育園から小学生になりました。小学生で、こういう大きいチェンジですね、大きいチェンジ、大きな変化、変化、大きい変化があるとき、ね、そう、何かが変わるときですね。そのときはちょっと家族がみんなそわそわしますね。僕もそわそわするし、奥さんもそわそわするし、子供もそわそわするし、ね、もちろんウキウキもします。ウキウキ、ワクワクします、ね、ウキウキワクワクというのは、もう少しポジティブな気持ちで、新しいことを考える時ですね。ウキウキワクワク。だけどやっぱりなんかこう落ち着かない、なんかこうリラックスできない、まあ、だけど心配はしなくていいでしょうね。心配をする必要はない。多分1ヶ月ぐらいすればいろいろなことが大丈夫になります。いつもそうですね。新しいチェンジがあっても、1ヶ月ぐらいですぐに慣れることができます。皆さんもそうですよね、はい、それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。